マリモ羊羹。北海道阿寒湖周辺で土産菓子として売られている玉羊羹。玉羊羹とはゴム製の風船を容器として売られる球状になった羊羹のこと。風船羊羹、ボンボン羊羹、異名として切腹羊羹とも。爪楊枝で刺したりして表面のゴム側に傷をつけるとつるりと皮がむけて中身の羊羹が食べられる。日中戦争中の1937年に福島県二本松市の和菓子店、玉島屋が開発した。戦場の兵士に送る慰問袋用の菓子として、日本陸軍から開発の指示が出されたものである。以前から市販されていたアイスボンボンを参考に、圧縮空気を使って風船に詰める装置を設計した。風船に封入することで1ヶ月以上の日持ちが可能になった。当時は、日の丸羊羹の商品名だった。軍用の他に、1939年に世界一周飛行を行った毎日新聞社の飛行機、日本号にも同様の風船入り羊羹30個が機内食として搭載された。同じような風船入りの羊羹が他社でも生産され、駄菓子屋などでも売られた。戦後になって、玉島屋のものは玉羊羹と改名された。形状や開封時の面白さなどから、マリモ羊羹や、玉華のように土地の銘菓として売っているところもある。ありがとうございます。